を、お連れしました、堀大地さんです。こんにちは、皆さんこんにちは、よろしくお願いします、堀大地と申します。あの堀正隆さんと漢字一文字違いでございます。木の、ね、字まで一緒。そうです、木の字まで一緒で、ね、あのお会いした時には、行き別れの弟がいたのかと、はい、びっくりしたんですけれども、血縁関係はないんです。ないんです。はい、はい身長差がすごいので、いや、すいません、すいません、大丈夫ですか今日はですね、はい、あの終演時間がしっかり決まっているのでですね、はい、たくさんお話すごくあのリラックスしてしたいんですけれども、はい、あんまり ね時間がないので、はい、私たちちょっとおしゃべりなんでね、ほっとくとずっとしゃべってるんですが、ちょっと気をつけて、はい、サクサクですね、はい、やりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんあの最初にご案内があるんですけども、パソコンで見ていただいている方、右側にチャット画面があるかと思いますので、そちらからぜひご感想や、またあのご質問などありましたらご投稿いただけたらと思います。またあのスマホでご覧いただいている方ですね、スマホの方は画面下にあのチャットの送信ボタンがございますので、そちらをぜひご利用ください。あ、Google にログインしないとチャット投稿できませんので、そちらもお気をつけください。はい、ぜひぜひ皆様からのコメントお待ちしておりますので、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、ではということで、はい、早速演奏の前に、告知を告知というか発表、今日はですね2つ発表があるんですけれども、そのうちの1つ、はい、まず初めにしたいと思います。ずっとですね、今年に入ってからあの制作しておりました私の、新しい CD、 田中恒彦の生涯というですね、クラシックの CD が12月の8日に発売することが決定いたしました。ありがとうございます。販売元はキングインターナショナルということで、全国のね、あの主要な楽器店、CD 店、などあとアマゾンとかですね、どこでも手に入るようにしていただくことになりましたのでぜひですね、ぜひぜひいただきたいんですけれども、まず今日はそこから1曲、はい、はい、My new CD will release on December 8th. So I'm going to play a famous piece from new CD、カルロ・ムニエル作曲のマズルカコンチェルト、一人で演奏します。お聴きください。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。カルロ・ムニエル作曲の、マツヌカ・コンチェルトですね、はい、この曲は、CD ではなんとですね、素晴らしいギタリスト、日本代表するギタリストであります鈴木大輔さんですね、なんと贅沢にも、ギターの伴奏をお願いした版が、入っておりますので、楽しみにお待ちください。はい、12月4日発売ということでよろしくお願いします。ですね、今皆様コメントもいただきましてありがとうございます。通信状態がちょっとよろしくなくて、映像が途切れますということコメントをいただいていたんですが、そうですね、スタジオ側、有線 LAN など引いて万全の状態でしておりますので、もしかすると、パソコンやスマホの、通信状態の可能性もありますので、どちらか、デバイスを変えていただくなどしてですね、ご対応していただけたらと思います。はい、では、時間もそうですね、今日は少ないということで、はい、まったり喋りたいんですけど、そうですよね。サクサクね、はい、行きましょうか。進んでいきたいと思います。はい、はい、次の曲なんですけれども、前回の10日のオンラインコンサートで初演いたしました、夏に寄せる3つの練習曲、これは私の作品なんですけど、これ28日に楽譜の発売をしたんですけど、ありがたいことにとても好評をいただいていて、結構ですね、たくさんの皆さんのご注文くださっております。新しい、ね、楽譜がこちらにございますけれども、こっちに切り替わりますか。 ありがとうございます。今回もすごく素敵な表紙を、作っていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。こちら、せっかくですので今日ももう一度ですね、演奏してみたいなと思います。Next piece is what I played during the previous online concert, Three Etudes for Summer.
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続きまして、本日ね、そうなんですよ、そうなんですよ、落ち着かないですよねどんどん時間過ぎてしまうので、はい、はい、では素敵な素敵なゲストを本日はお呼びしておりますね。はい、では素敵なスターお呼びしておりますので、はい、ではお呼びしたいと思います。芝光山さんです。拍手。よろしくお願いします。はい、では ありがとうございます、はい、よろしければ自己紹介をお願いします。はい、尺八という日本の伝統楽器を演奏している芝光山と申します。堀さんとは、今回で2回目になるんですけれども、ね、ちょっと今までやったことない曲とかもね、たくさん演奏いたしますので楽しんでいただければ。ありがとうございます。先日発売されたアルバムがなんと、はい、日本や世界などで1位に、なられたとかで、はい、はい、iTunes の方でなんかランキングが出てたんですけど、はい、なぜか1位になって、1位、いや本当に、はい、まあ、自分で自主制作したものなんですけれども、はい、はい、大丈夫ですかね、マイクを、ありがとうございます。すいません、ちょっとマイクが大きかったみたいで、はい、大丈夫ですか、はい、はい、これから大きく、すいません、ちょっとハンドマイクの差にあったようで失礼しました、申し訳ない、はい、大丈夫そうですかね、はい、はい、申し訳ございません、はい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 、タイトルをぜひぜひ、タイトルで4曲入っているアルバムになってます。芝光山で調べていただければ多分それしか出てこないと思いますので、はい、気になっていただけたら検索していただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。では1曲目に入りましょうか。はい、はい、2曲続けて、2曲続けていきますか。はい、喋、はい、りますか、ちょっと待って、はい以前ご一緒させていただいた時にも実はプラネタリウムで演奏する機会がありまして、こちらは4曲の組曲になっているものを今日は2曲その中からお届けしたいと思います。ありがとうございます。今芝光山さんのホームページの URL もチャットの方に貼りましたので、もしよろしければご覧いただけたらと思います。Thank you.
ました。コメントもたくさんいただいておりましてですね、マンド尺八とマンドリン素敵ですねという。ありがとうございます。確かに珍しい組み合わせではありますよね。僕は尺八は千葉さんとしかやったことはもちろんないですし、私も尺八ってどんな楽器とやるんですか？そうですね、通常はお琴とか三味線っていう和楽器と一緒に脱走する楽器なんですけれども、まあ洋楽器でも私一緒にグループ組んでいるのはピアノとかビオラとかそういう洋楽の楽器とも一緒にやったりはしてるんですけれども、マンドリンは堀さんが私も初めてなのでなかなかない組み合わせなんじゃないかなと、はい、思っておりますが、はい、ということで次は、はい、はい、本日2つ目の発表、2個あるうちの発表の2つ目の発表を、この辺で、いきたいと思うんですけれども、はい、少々、その発表の前に準備が必要だったそうだ、少々お待ちそうですね、はい、じゃあ、堀さんに、はい、堀さんにすいません、ちょっとホリホリで申し訳ないです、申し訳ないです。あとマイクが入っていないということで、皆さんコメントもいただき教えていただきありがとうございます。助かります。あ、マイク改善しましたということでありがとうございます。こういった形でコメントいただけると本当に嬉しいです。でまたですね、今ちょっとチャットの方にも貼らせていただくんですけども、投げ銭カンパのお願いということで、もしよろしければこちらからご協力いただけたらと思います。はい、ではですね、今次の、実は今のでも前半が終わってしまいまして、ここから後半の方に入らせていただきます。ありがとうございます。またコメントもたくさんいただいてますね。素晴らしいコラボですということで、今後も、いろんな形でコラボをしていけたらなと思いますので、皆様ご感想や今後こういったのも聞いてみたいということがあれば、ぜひチャットの方にもご投稿いただけたらと思います。はい、お待たせいたしました。ではご準備の方、はい、これはハロウィンだからですか？はい、映ってます。今日はハロウィンだからこういった格好されてますか？ハロウィンらしいですね。たまたまいや、たまたまというか、これは私たちの通常の、はい、通常の、はい、ユニフォームなんです。あ、皆さんお名前とグループ名をお聞きしても、小芝居はこれなんですけど、この3人組でですね、一つ新たに音楽活動を始めようということで、芝さんの方から声がかかりましてですね、私たち味玉ラボというですねユニットとしてちょっと活動していこうかなと、思っております、はい、で、なんで味玉かっていう説明までは僕しちゃっていいですか、はい、今日はちょっと所長を差し置いてすいません、いいですか今日は。でいいですか？いや、そんなことないですよそんなことないんですけど、味のある音玉をこう送り出していこうということで、名前どうしようか、じゃあ味玉って可愛くないってなって味玉、ね、それちょっと日本語で、ね、かかってて可愛らしいじゃないですか、覚えやすいかなと思って、で味玉っていうことになってるんですけども、ただ味玉だとちょっとつまんないので、まあ、何かこう楽器がね、そもそもちょっとこう、組み合わせがトリッキーな部分もありますので、なんかよりこの組み合わせならではの良さと言いますかね、いい音をお届けするためにいろいろ本当に3人とも工夫が結構必要なんです。なのでそれをちょっとこう研究するみたいなね、ノリがいつもあるので、じゃあ研究所みたいな研究室的なところで、まあ、ラボってつけようかということで白衣ですそういったことだったんです。皆さんも先ほどラーメンを食べに行かれていたのは味玉が全員でお好きだということではなくて、3人とも味玉頼んでました味玉頼みました ね、 ね、 ね、味玉は意識してそう、あ、してたんですか所長、はい、所長はしてたんですか？もう普通に入ってましたけどねはいはい、わかりました。今多分日本語わからない方はなんだこいつらと思ってると思うので、ちょっと簡単に、ご説明します。 We are going to form a new unit、called 味玉ラボ。味玉ラボ We call ourselves、ラボBecause in order to deliver wonderful tones, we together do some research. ということですね。Please enjoy. ということです。はい。では、ここから先は曲のタイトルコールをですね、
所長の方に任せたいと思います、はい、所長芝光山さんということでですね、はい、やっていきたいと思います。所長、はい、所長です。平です。メガネもかけて、はいはい、改めましてアジタマラボ研究室、アジタマ重複してますね、アジタマラボ所長の芝光山です、ということでアジタマ一発目の曲ですねはこちらにおります主任の畑田孝彦主任が、アレンジを加えた堀さん研究員でいいんでしょうか。はい、私は平で、はい、堀研究員のもともと書かれたアルモリカの伝承ですよねをアレンジされて育成層のアルモリカという曲を3人でお届けしたいと思います。
い、ありがとうございました。本当に素敵な曲でかなりコメントもいただいてます。神秘的ですねでしたり、ゲーム音楽も合いそうということでコメントいただいております。今日たくさんスクエアエニとか言っちゃダメですね社員の方 見ていらっしゃるね、ぜひ使っていただきたいですね、はい、なんちゃって幅広く見て今日本当に見てらっしゃる。あら本当に、あららららら、夢が広がりますねそうですねたくさんの拍手も今コメントでありがとうございます。パチパチパチってやつですか。はい、パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。では結構時間もしていまして、実は、はい、今日たくさんねコンテンツを用意しちゃったのであブラジルの方もちなみに見てブラジルの方いらっしゃるみたいです。はい、ブラジルの人聞こえますかって聞こえるんですよね今ね。そうですね、この時代は本当にありがとうございます。じゃあ続いてですか。では続いて、はい、じゃあ高田さんからご紹介されます。はい、はい、次の曲は、畑田さんが、作りましたお月様をという曲をお届けしたいと思います。はい、ありがとうございました。お月様をという曲でした。ありがとうございます。ちなみにちょっと僕も気になる質問がですね、ちょうどチャットに来ているんですけども、はい、お答えいただけたらと思います。異なる楽器で合わせるときのチューニングはどうしているのでしょうかということだったんですけども、はい、あ、真面目な話ですよね。真面目な話ですね、はい、チューニングはやっぱりピアノがですね、もう今やろうって言ったら今から変えるって言うともうどうしようもないじゃないですか、うん、だからピアノに合わせます。マンドリンの場合はこうやってですね、ペグがついてるのでこれつまみ回すと音の高さ変えられるので、まあ、ピッチピアノに合わせて、回せば大丈夫ですし、尺八は、尺八は洋楽器みたいに
この管を抜いたりして調整っていうのがほぼほぼしないですね。ですごく音程感覚は結構幅があるというか、この首で調整してるので耳でなんとか合わせるって感じですかね。首で調整されてるんですか？はい、そうですね結構その同じ音でも首だけで半音全音ぐらい変わる楽器なので、なのでもうちょっとなかなか耳で合わせるしかないかなっていう。あの首振り何年っていうのがありますよね。あ、そうですね、首振り3年コロ8年っていうなんかことわざみたいなのがあるので首を使ったりするんですよ。結構痛めやすかったりそんなそこまでは動かない。 そうですね痛めたことはないんですけどまあそれ激しい曲やったらそうなるのかもしれないですね練習はい、はいはい、ありがとうございます。では続いて参りましょうか。はい、はい、次の曲はですね、唯一私の曲をさせていただくんですけれども、もともとはジャズカルテット用に書いた曲でかなりシンプルに作ってたんですが、今回、主任のメスが入りましてですね大手術の末ものすごい感動作になりましたので、そのあたりを楽しんでいただければなと思います。曲は風花という曲です。どうぞお聴きください。
い、ありがとうございました、風花、芝所長作曲、畑田主任編曲の風花でした。ありがとうございました。なんか本当にもうずっと聴いていたような曲で、もう一回聴きましょうか。あ、もう一回ですか。もう一回、そうですね。時間がそうでした。時間かなり迫ってますね。はい、コメントももうパチパチとたくさんいただいてます。目が大きくなりましたけど、コメントたくさん、はい、コメントいただいてます。本当に、所長主任平研究員のこの今後期待します。やっぱ平瀬ってやめようかな。所長と主任と主任でお願いします。じゃあいいですか、それ。課長、課長だから研究員ですらなくなっちゃうから僕もね結構研究してるんですよ。そうですよね。そう、結構 ね、演奏やりがいありますよね、このユニット。なんかリハの時からこここうしないああしないっていうところが、やっぱりそれぞれの楽器が特殊なんで、こうしてほしいって言っても具体的にあれっていうのはあんまやっぱお互いたくさんはね分かりきってはいないんですが、でもそれぞれが専門家なので、あ、じゃあこれやってみる、あれやってみるっていうやり取りがねとっても面白かったりするので、はい、今後の、はい、研究の成果の発表にも期待していただければなと思います。はい、ぜひ。ありがとうございます。コメントたくさんありがとうございます。そうですね、ちょっと気になる、僕も気になったんですけど、所長は尺八をたくさん使い分けているのでしょうかとご質問が来ているんですが、そうですね、今日は4本持ってきていて、基本的に5音音階5つしか音が出せない楽器なので、ちょっとキーによったりとか、あとはその音のね、低い高いに合わせていろいろな楽器を使い分けて演奏してます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、それでは、そうですね、ちょっと時間がいろんなことが来ました。2時半を超えていてですね、だいぶ、はい、もう1時間も経っているということで、はい、ではもう次が最後の曲になりますけれども、はい、こちらは主任の畑田主任の曲でございまして、木道を歩くっていう曲なんですけど、もうどんな迷路だろうっていう感じのね木道、わかりますか。はい、山とかでね、山道とかにこう歩きやすいように木で道を作ってあるところ、なんか主任最近そういうところに旅行しに行ったみたいで降ってきちゃったらしいですよね。研究ですか、はい、あ、取材にね、素晴らしいですね、うん、その木道を歩いただけでこんな曲ができましたっていうのをお聴きください。
ございました。ありがとうございました。味玉ラボを今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。尺八芝光山、ピアノ畑田貴彦、そして今日は MC 音響などなどいろいろ活躍してくれました堀大樹、はい、そして、このチャンネルの主は私でございます、バンドリー堀正孝でございました。本日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや本当におすごいコメントがすごい、もう早く音源化 してほしいなと私も思ってまして、そういったコメントも多くいただいてます。ありがとうございます。ぜひですね皆様よかったなと思う方はチャンネル登録の方もお願いできればと思いますので、ぜひポチッと押していただけたらと思います。はい、コメントすごいですよ、本当に素敵な研究成果ですねといただいてもらって、未知の可能性、広がりを感じさせるユニットですね、素晴らしいです。こんなこと言われちゃったら撤収の時間かなり押してるんですけど、アンコールやっていいですか。アンコールやっちゃいましょうか。あ、やっちゃいましょう。はい、ぜひ行きたいですね。もう荷物バッとでまとめて出る用意しておきましょう。そうですね、はい、はい、じゃあアンコールで、アンコールに、はい、ぜひお願いします。はい、味玉バージョンの祈りを演奏したいと思います。本日はどうもありがとうございました。
また次回企画したいと思いますので、楽しみにお待ちください。本日ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、また次回まで。さようなら。